志願したみんな覚悟はできてるわね。ダーキラー基地はパワーの充填を始め、はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。スターキラー基地攻撃側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、本日3月がひな祭りでございます。そして水曜日なんでトリプル XP ボーナスねやたらさんづいておりますけれども、まあ、今回はひな祭りということで、まあ、ポイントがたまったらもうレイヤー大金絶対選出。さらにねレイヤーといえば若干下がり気味に戦うのがセオリーっぽい感じではあるんですけれども、私は全力で おお、いるぞそこ、前線で戦いたいと思います。本当は飛行機に乗りたいところですが今回は乗りません。ファーストアタックでターボレーザー取れないとやばいな。これだいぶ入り口で撃ってる人たちもいるから入り口打ちが多いと前線力が足りなくなりそうだが、味方が一人粘ってくれてるうちに行きたい。敵も必死ね。ターボレーザーを死守して来てるな。耐えろ耐えろ、ナイス。レイヤー大金絶対選出のために頑張るぞ。いるじゃんめちゃめちゃいるじゃねえかめちゃめちゃ。どっちにもあんのかタレット、だるい。索敵してはいどうも通り過ぎてくはずが、どこに向かって撃ってんのあれ、どこに向かって撃ってんの。さてとターボレーザーはなんとか通してもらえたが燃料補給所が苦しそうだね。いやマジ索敵大事なんだけどな。索敵あれば敵の場所丸見えでしょ。丸見えなら前出れるでしょ。いや厳しそう。あんまり手をこまねいてると敵にヒーロー出されるぞ。詰めて詰めて、そう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 、まあ、詰めていくこと大切。ちょっと多い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 、敵が多い敵が多いぞ。フィン頼む。いやもうちょっともうちょっと前でリスしたい、もうちょっと前でリスしたい。これ解除されるとかなりやばい。いる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 ぞ、相当数いるぞ。ルークか。オッケーオッケー、よし体で守るディフェンスディフェンス。どこに敵がいる。なんか妙に体力が多くなったのはフィンのおかげか。突撃しかねえ。マロレイヤーは絶対選出のためにポイント稼ごう、まあ、最悪このトワイレックの美人がいるということでごまかしがいくかもしれない。ボスクがおった。
空いてない。どうするかなこれ。ボスクだるいけど、ボスクだるいならオフィサーか。多すぎない？敵が多すぎて勝負できない。これよりメインゲートを抑える。なんもねえ、なんもねえ、スキルがなんもねえ。使い切りすぎて、スキルなんか後ろにいる。くそ、ナインイーがいるな。ナインイーが、ナイス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 。レイヤー大金絶対戦士のために負けるわけにはいかねえんだ。そう、あ、ボスクのガス。ゲートを奪還されるな、あと少し。これは狙えるかもしれないぞ。メインゲートを確保。よし、今だ。ファーストオーダーを倒しながら奥に進み、仲間を救出して。行くぞ、姫を使うんだ。姫を、姫様、そろそろ姫様、嘘でしょ。官房ブロックはすぐそこよ。ダメですって。官房のドアとインナーゲートの制御を奪う必要がある。さあ、2つの目標を抑えて。マジか。姫様使いたかったな。とりあえずどっちにボスが爆弾を置いたかだよね。一人に捕まる。うまくいきそうなアイディアがある。いける、レイヤー大金絶対選出。みんなどっちで何してる。みんなどっちで何しとる。全軍攻撃に備えて。ここで戦ってる。ガス置かれてんのか。逆サイ行った方がいいんじゃないの。やられてない。そっちもそれなりに大変そうだ。楽に行き過ぎてる。これで試すわ。危ねえ、やべえやついた。一旦バリアで休憩、一旦休憩します。あ、すごいすごい撃たれてる感が。ついてきてんな。うるさい、やめるんだ。うわ、危ねえな。辛いんだが、すこぶる辛いんだが。こっちも取られてんの、場所。ちょっと待って、どこにも行き場がない。行き場のない思いを抱えてるんだが。あなた方には感謝してます。ちょっと無理があるな、ここ味方だよな。一旦置く、シールド起動中。一旦シールドで回復しとく。向こうはどうなってんの。いけそうな雰囲気ないの。選択を誤ったのよ。
誰か変わってもらっていい？いや、さすがにレイヤーじゃきついな。ちょっと待って、きついな、さすがに。さすがに前線俺一人きついんだが。おーい、味方よーい。ちょ、姫様に続けというあのレジスタンス反乱軍のさ、勇者たちはいないの？ポダメロー、フィーン、助けに来てくれよな。みんなここに詰まってるの。姫、勇敢すぎた。姫、勇敢すぎたか。いや、まあ、ひな祭りですからね、やっぱ最前線で戦うというね。おかしいな、2枚連れてたってことは他の3人2枚で相手にしてたんじゃないの？そこなんとかしてほしかったんですけど。そこをなんとかしてほしかったんですけどね。はい、というわけで、いや、どうですか、前に出ても十分戦えるスペックはあるんですよね、レイヤーオーガナー。ただセカンダリ射撃を垂れ流すだけではないというね、ことを証明できたんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんはね、ひな祭りをお楽しみください。無茶は危険です。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。